今日は福岡でアートスペースブルームを主催していらっしゃいます城谷光さんの、リライズショートストーリーを伺いたいと思います。今日はすごく楽しみにしておりました。で以前ね、オフラインでのインタビューもさせていただいたことがあるんですが、まあ、今回はオンラインで、こういう形でまた2年ぶりにインタビューさせていただくのでとても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではまず最初に簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめましてよろしくお願いいたします。城谷光と言います。本名はちょっと違うよしこという名前があるんですけれども、光という名前がとても気に入っていて、その名前で今ずっと活動をしております。現在福岡県中央区にある、先ほどご紹介いただいたアートスペースブルームというところで、いろいろなイベントを主催したりとか、まあ、講座をしたりとかをしております。あとはそのスペースを、レンタルしたりとかもしているんですけども、まあ、今福岡に住んでるんですけれども、もともとは東京で生まれて東京で育ちました。でそこから私の旅の人生が始まったんですけれども、ニューヨークの方に留学をして、そしてその後帰ってきてからもいろんなところに引っ越しをして、で結婚して子供を産んでからはなんと長崎県の五島列島のとても小さい、ほんと小さい島に住んでました。もうそれはもう子供の子育てのためでですね、10年間ほどそこに住んでたんですけども、もともと東京都会生まれで都会の育ち、ニューヨークでも住んだっていう経験と、あと本当にど田舎の島で住んだっていう、そのね、2つの経験、両極端の経験から本当にたくさんのことを学びました。で、まあ、福岡に引っ越しをしてきたのは子どもの、進学があったんですけれども、そこで福岡というなんかとても穏やかですごくこう中間って言ったらいけないけれども、両方を兼ね備えたところに今、ちょっと落ち着いている感じなんですね。自然があって、都会もあって、で人もとっても暖かくて、だいたい福岡を訪れた方っていうのは、食べ物も美味しいし、住みやすいっていうふうに言われているところで、落ち着いているんですけれども、やっぱりとっても、なんか将来の動きたい、性格っていうものがありましてですね、福岡にいながらも東京に、まあ、時々行ったりとか、あとは最近は宮古島、沖縄県の宮古島の方にも行ったりとかしております。まあなんか自己紹介的なことから、いいのかな、これぐらいで。で、はい、そのあたり、ちょっと私の知らない宮古島の話などかなり楽しみにしておりますので、ではそのあたりもお伺いしたいと思います。はい、はい、ではまず最初に今現在ですね、どのような夢やビジョンをお持ちでいらっしゃいますか。はい、夢というのは、夢とビジョンって私の中では少し違うところ位置づけをしているんですけれども、夢というのはとても大きな夢っていうのはあります。これは本当に自分が生きるとかっていうところからも来ているんですけれども、前回もインタビューをさせて受けた時にも、生きるっていうことって何だろうとか、そういったことが私の中の大きなテーマだったんですけども、それはすごく変わらず、で単に生きるのではなくって、夢としてはみんなが一人一人が幸せで生きていくということ、その幸せで生きていかれる世の中っていうとちょっと違うのかな、幸せ、一人一人が幸せで生きていかれるような人、いかれるような、なんだろうか、お手伝いとかな、なんかそういうのものなのかな。それができていくのが夢ですね。で、その幸せをつかんで、よし、幸せ、生きているっていう人たちが、世の中っていうものを作っていく、いけたらなっていうふうな、大きな夢です。はい。でビジョン、ビジョンってなってくるともうちょっと具体的になってくるのかなって私は思うんですね。でそのビジョンってなってくると、やっぱり場所、
なんかどこかの場所でもいいんだけれども、実際にそういう人たちが集まれるような場所っていうものがどこかにあると、そこに来た人たちっていうのはもっと影響されるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですからそのビジョンとして、まず一つはその福岡にあるアートスペースブルームもそういう場所なんですけども、ちょっと小さいので、もう少し大きな、例えば家というか場所というか施設というか、なんかそういったものが持てたらなっていうのが大きなのがあります。はい、ありがとうございます。そのあたりの、あのね、大きなスペースとか施設が新しくまた夢に加われて素敵だなと思いました。はい、ではそれを具現化するために今どんな目標計画を立てていらっしゃいますか。まあね、はい、さんあんまりあの計画とか好きではないってね、まあ、瞬間瞬間にっていうことを言ってらしたんですが、もしそのあたりもあればお願いします。はい、あの2年前はやはりその瞬間瞬間に生きるというあのことしかなくて、やはりこの具現化していくための具体的なことっていうことを考えるのが少し苦手だって言ってたんですけれども、実はそれを最近とても取り組みをしていてですね、それは実際の仕事の上でもやはり具体的な目標設定っていうものをするようにしているんですね。そうすると数字的なことだとか、やはり現実的にお金の問題とか、そういったこととかも実際私の中に取り入れるように積極的にしてきた、まあ、1年2年間だったかなと思います。なので具体的にはやはりその、まあ、資金繰りということはちょっと違う、いや印象的に違うんですけれども、それをビジョンを、具現化、まあ、実現化させていくためには、あの今からね、その2年後何年後にその建物とかその施設ができるかどうかは分からないけれども、それに向けての、まあ、仕事の組み立て方っていうものはもう始めています。はい、ありがとうございます。ではその目標や計画に対して、まあ、現在日々どのような活動指針とか大切にしていることとかってありますか。そのね、あの大きい、もともとね、こうスペースをすごくいい場を作るのがすごくね大好きで得意分野で出した、そのスペースが、まあ、さらにね大きく大きな、あのいろんな人が入れるようなね大きいスペースを、まあ、どこかの島なのかわからないですけれども、まあ、作りたいっていう思いがあると思うんですが、まあ、その夢を確実に実現化するたびに日々何か大切にしていることとかあればお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうなんです、そのスペースで、作るに大事なことっていうのはもちろん、具体的にその場所ですね、場所とそして建物とかどの素材で作るのだとか、どんなエネルギー資源を用いていくのかっていうこともすごく大事だと思うんですね。で、私島でも暮らしたことがあるようにとっても自然が大好きなんですね。なので今も宮古島というと本当に自然のところにあるところに惹かれていると思います。でもその中で自然だけでプリミティブ、もう 原始に戻ろうとかいうのではなくって、現在の最新のテクノロジーというものも絶対いいと思うので、そういったものを取り入れていきながらということなので、やはり情報のこう取り入れるっていうもの、このなんていうのかね、アンテナっていうのはずっと張っていきたいと、最先端のものを張っていきたいと思っていますし、あとはそのスペースっていうのって、その場所のスペースとあとプラス体のスペースもあると思うんですよね。だから体自体もとてもこうガチッとした硬い体ではなくって、体も柔らかくって体も健康でいられるようになっていくのはどうあればいいのかってことも日々日々考えています、実践していますし、あとはもちろん考え方とか、あとは人の見方、物の見方とか、ね、そういった癖とかっていうものも日々日々自分で見ているんですね。で、それが小さくなりすぎないように、どうしても小さくなっていくと目先のことしか見えなくなってくるし、ギューって収縮してしまって硬くなってしまうんですよね。なのでそれを大きく広げていくようなことを日々日々やっています。だからそこのスペースっていうことも自分のスペースを広げる、
その自分のスペースっていうのが家の中だけではなくって、福岡だけではなくって、日本だけではなくって、大きく広げていけばいくほど地球、ね、地球規模に広がっていきますし、もっと広げていったらば宇宙規模にも広げていかれるんですよね。それが前回も話したように、私たちは無限の存在ですよっていうふうに言っていて、可能性だらけなんですよっていうのは、大きく自分を広げていけば可能性はたくさんたくさん見つかるんですよね。だからそういったことが実現化に向けての準備っていう方法を日々日々していることです。はい、ありがとうございますね。本当に何かもう時代もその柔らかさ、女性性、そのどんどん柔らかくて膜を広げていくような、そんな時代になっているので、コウさんが考えていらっしゃることとこの時代の、ね、流れもマッチングして、なんかさらに現実化が早く進むのではないかと私もワクワクしてきました。はい、では、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何だったのか、でそこにはまあどのような、ね、発見とか出会いがあったのか、そのあたりも詳しく教えていただけますでしょうか。はい、前回も言ったんですけれども、本当に小さい頃から生きるって何だろうかっていうことはずっと考えていた子だったと、まあ、母からも聞いたんですけれどもね、まあ、自分もなんで好きなことをやっちゃいけないんだろうっていうふうにすごくずっと疑問だったんですよ。好きなことをやればみんなハッピーなのになっていうのは知ってたんですよね。でもそれができない、それを許してくれない環境だったし、家庭環境も父も厳しかったので、学校行ったらもうきちんと整列しなさい、宿題はしなさい、勉強しなさい、なんで好きなことやっちゃいけないんだっていうのをずっと思ってたんですよね。まあそれが探究の始まりだったと思うんですけれども、そして大学まで行って、でニューヨークに行ったことがやはりとても大きかったです。日本を出た、そんなコスモポリタン大都会のニューヨーク、いろんな人種が集まるニューヨークでは本当に自由に人々が表現をしていたんですよね。本当自由でした。もうびっくりしました。でその中で私は何ができるだろうかっていうところから、まあ、自分のルーツ、日本で生まれた日本人であるということのルーツっていうものをそこで見直したってこともありますね。で、まあ、精神性も高めていこうとか、まあ、精神性っていうことすら80年代の日本ではほぼほぼ言われてなかったので、ニューヨークでそのスピリチュアルムーブメントっていうニューエイジムーブメントですね、そこから精神性か、そうか、ね、日本人の精神性っていうのもまたまた見直す機会にもなりましたし、じゃあ心をどう扱っていいのかっていう、そこからまあヨガに出会ったりとか、でヨガで心と体というものがどれだけ同じ結びついているものなのかということも知り、でもそれだけではないぞっていうふうな探求からアクセスコンシャスネスというものに出会い、そうか、私たちは無限の存在なのか、無限の存在でありながらも体を持って今生きているのかということにたどり着き、そしていろんな実践をしていきながらの今なんですね。ね、なんか本当に、まあ、無限の可能性だからこそね、あえて制限をつけて楽しんでいるっていうこともね、あるのかななんて思いもしますけれども、まあ、本当に多分小さい時から感性がね豊かで、常にね何かこう自らに問うて答えを求めてずっとやってこられたのが、まあね、すごく今いい形でね、形化をどんどんされていらっしゃるんだなと思いました。はい、ではその、まあ、きっかけですよね。まあ、かなりね、お家がこう厳しい家庭で、多分こう感性が豊かだったけど、それがね、花開けないまま結構キュッとなっていって、まあ、ニューヨークに行ったことでそこでこう開眼されたのがきっかけだと思うんですが、まあ、その発見いやこう出会い、ニューヨークでの出会いの背景には何があったのかについて少しお伺いしてよろしいですか。そうですね、ニューヨークでの出会いというのはやはり精神性を見るということが大きかったですね。そこでマクロビオティックというものを知ったんですね。なので
まあ、体の健康の方から入ったんですけれども、そのマクロビオティックをやっていきながらも、実践していきながらも、その心とか、あとは宇宙の見方っていうのもマクロビオティックを教えてくれるので、その世界ですかね、そこからまあ広げていきましたね。うん、その逆に、そのニューヨークに行ったことがそのきっかけなんだけれども、そのニューヨークにではなぜ行こうと思ったのかっていう、その、はい、ニューヨークに行こうと思ったのは、私、例えばそのね、厳しく育てられてずっと来て、でなぜ違う日本の外、しかもニューヨークっていうのはどっちかっていうと、まあ最先端ですよね、世界の、そこに行ってみたいと思った、その衝動とか背景っていうのは、はい、それはですね、私下着のデザイナーになりたかったんですね。やはり子供の頃からファッションは大好きで、でも外側じゃなくて、なんかやっぱりインナーウェアがとても、うん、すごく綺麗なインナーウェアが外国にはあって、なんか日本のインナーウェアがあんまりこう魅力的なものではないものと思っていたんですよね。でそんなことから、あとはやっぱり留学したい、英語に憧れてたのもあったかもしれないですね。で下着の、まあ、勉強させてくれる学校がニューヨークとフランスしかなかったんですよ、パリに。でその時やっぱりはちょっとフランス語だし、じゃあにやっぱり英語なのでニューヨークを選ぼうということで選んだんですね。でその時にはちょっとやっぱりビビったんですよ行く前に一人だし、22歳の、ね、何にも知らない子が一人で行くってどうしようかなと思った時に、母が行きなさいよって、社会に出てからは行かないなら行かれないわよって言われて、行くんなら今よとボンって押し出しというか背中を押してくれてですね、それでよしと行くことができたんですね。素晴らしい。ね、ちょっと別のインタビューでお母様もインタビューさせていただいたんですが、やっぱりね、そういう要所要所でやっぱりお母様の後押しというか愛があるんだなと思いました。うん、ありますね。ね、やっぱり本当になかなかそういう厳しい中で育ってた時に、後ろから押してくれる人がいなかったら、なかなかね、自分が行きたいと思っても行けないと思いますし。そうですね、本当にそうですね。この中で何か自分で あるから、そういう発想が出てくるんですよね。うん、あるからニューヨークに行こう、何かがあるから、じゃあ何かを試してみようっていう発想が出てくる。でその場所に行ったから、またじゃあ次に、じゃあ次に、じゃあ次に、じゃあ次にっていうのがずっと続いているような感じがしますね。それでそう、でやっぱりこう島に住むとか、そういった自然の中で住んでいるっていう中でも、変わらず探求しているものがあるから、その一箇所にとどまらずに、じゃあ次は何だろう、じゃあ私の求めているものが実現させられるっていうものにフィットするものは何だろうみたいな感じ、現実的に場所に行ったりとかして、福岡にいてもそうだし、宮古島に行っても、ただ単なる素敵ね、気持ちがいいねじゃなくって、私がこれから作り上げたいものに合うものは何だろうっていう視点で見てるんですよね。だからいろんな人とも出会うし、出会っていくと同じようなビジョンを持ってる人がポーンとぶつかっていって、またパッていろいろ開いていくんですよね。なので それがもう探求の旅という形で続いてるんですけど、それをより実現化っていう方向に今はもう動いています。すごく、まあ、子供の頃からね、探求心はあったっていうことなんだけど、その空想、まあ、子供の頃はね、空想だったと思うんですけど、今はね、本当にそのキャッチする能力がね、コウさんすごく高いから、その自らのキャッチしたものをすぐ行動して、そこで常にね、新しい、発見と出会いをすごい繰り返してる。でさらにもっと明確に具現化することにフォーカスされるようになったのが本当に素敵だなって思いました。
あります。そう、子どもの頃は空想だったんだけど、実は子どもの頃からつながってたんだなって今は分かります。ね、子どもの頃もいろいろこうアクセスしてたんだなって、何かに、うん、その求めている空想をこの世界に作り上げたいと思って、だんだん作り上げられる自分になってきたのは何が原因だったの？やっぱそれはですね、より求めるということだと思います。本当に求めをさらば与えられるということがあると思うんですけども、求めるから与えられるんですよね。なんかね、お話を聞いてて、その求めるのがすごくこうさん明確になってきたんでしょうね。なんかもっとこう範囲が広かったのから、まあ、広く言ったりこういうふうにはなるんだと思うんだけど、よりこの空想じゃなくてこの地球の中で形化することの明確さがなんかすごくこうね、シャープになられて、そうかもしれない。クリアですね。本当に明確になってきたっていうから、だから実現化が早いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そうしましたら最後に、今ねコロナ禍でやっぱりこう自分が思い通りにならないとか、ちょっと悶々としている人もいるかもしれないけれども、どのように自分の、それぞれが無限の可能性そのものじゃないですか。それを本当になんかね安心して花開かせるためには、まあコロナ禍でね外に出れないとしても、何かすべきことなどアドバイスがあったら一言お願いします。はい、私はコロナ禍でもいろいろと動いてしまう人間なんですね。でこのことに関してもいろいろな批判とかは別にあっても本当にいいと思います。でも私の中の現実では動いていくってことが真実なので、私はそれに従って動いてるんですね。でこの動けないって言っていらっしゃる方も、それもその方の真実で、動かないで、ね、お家の中にいるってことも、それもその方の、選ぶことなんですね。で自分が選んでいることに対して本当に信頼をしてほしいと思っています。世の中が言っていることとか、たくさんの情報があって、今情報も手に入れ放題じゃないですか。その情報の中で何が自分にとって真実なのかっていうことを本当に信じてください。で何が真実かわからないから迷ってしまうと思うんですね。で一つだけここで何が真実かっていうのが分かりやすいっていうのは、自分にとって軽やかなもの、自分にとって明るくなしさせてくれるもの、自分にとってそうね軽いもの、それが本当に自分にとっての真実なんですね。だから重いものとか、なんかきついな、なんかうーんってなってしまうなっていうものは、どうぞ選ばないようにしてください。それがきっと自分の中で自分の現実として生きていかれるんじゃないかなと思います。はい、素敵なメッセージありがとうございました。はい、それでは本日もお忙しい中お越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。